はいどうも皆さんこんにちは、ケポンです。本日も動画投稿していきます。よろしくお願いします。はい、皆様新年明けましておめでとうございます。はい、2022年になりましたね。本当もうね、あの新年明けましておめでとうございますって言っていくのが非常に面倒くさいなと思っている今日この頃でございます。はい、でまあ僕は毎年ですね、あの目標を決めたら、まあ、それを書き留めしてるんですよ。でまあ、いつも部屋のね、この辺に、まあ、貼ってたりするんですよ。まあ、動画でも何回か、見たことある方多いと思うんですけど、はい、2022年も、まあ、それが決まったので、この動画を通して発表していこうかなと思います。まあ、でもね、何個かはなんか、想像つくというか、予想してる人もいてるんじゃないかなと思います。でとりあえずね、4つほど、書いたんで、まあ、順番に、説明していこうかなと、発表ですね、していこうかなと思います。一つ目がこちらです。はい。サブ映画、というわけでね、はい。フルマラソン2時間、50分切りを、今シーズンですかね、今年は目指そうかなと、思っております。でね、今、次のレース決まってるのは、徳島マラソンですね、はい。でね、徳島がね、ちょっとどうかなっていう感じなんですよ、今。あのね、やっとね、年末に足治ったんですけど、ただね、おとついぐらいかな、20キロ走り終わった後ぐらいかな、なんかね、左足のアキレス腱あたりが急に痛なって、あれ?と思って。やっとそのね、左足の、ちょっとまあ足首あたりというかね、このくるぶしの骨ら辺が痛かったんですけど、それも完璧に治ったのに、今度はアキレス腱が痛いということになっておりまして、まあ、なのでね、次の徳島でサブ映画を狙えるかちょっとね、だいぶ怪しいです。はい。サブ3もちょっと怪しいかも。あのね、ちょっと痛いんですよね、結構。ただこの痛みは前に経験してて、おととしかな、連続ランニング中に一人でフルマラソン、走り終わった後にもなんか右足が同じような痛みがあったんで、まあこれはね、治ります。結構割かしすぐ治るとは思うんですけど、ただちょっと休まないとまた行けない期間が増えたので、まあそれが非常にだるいなっていう感じでございます。はい。まあそんな感じですけども、サブ映画目指して頑張っていこうと思っております。で、二つ目が、こちらになります。はい。交流というわけで、はい。まあ、本当にね、2021年は人とのこうつながりを僕は感じれたんですよね。まあ、地元を走っててもそうですし、金沢行った時かな、すごく声をかけていただいて、なんかコロナ禍でしたけど、まあ、その自分の YouTube を通して、まあ、いろんな人とのこうつながりができて、すごく嬉しいなと思って、まあ、せっかくならやっぱり前からやってた練習会とかはやっぱ地元で神戸とか、垂水で、まあ、やっていきたいなと思って、でそこでね、なんか僕の、まあ、一緒に走るイベントかなんか作って、で、まあ、そこに来た人同士がまたそこで仲良くなって、まあ、こうどんどんとこう場が広がっていけばいいかなっていう目的もあるんで、はい、一緒に走りたいなっていう気持ちはあるんですけど、いかんせんね、足がちょっと今また痛んでるんで、ほんとね、そこがちょっと申し訳ないなと思うんですけど、はい、いずれやるので、待っていてください。で、3つ目がこちらです。はい。想像ですね、はい。なんでね、この想像を書いたかと言いますと、たまにこう言ってません?なんか自分の人生をちゃんとこう、想像して、なんか設計して、それ通りに結構行ってる人が、僕の周りには多くて、なんかそういう力が僕には欠けているなと思って、少し先の未来を想像して、まあ、それを、それになるために今実行していくっていう能力が僕は欠けているなと自分で思ってて、まあ、その辺をちょっと補っていきたいなと思って、まあこっちの想像にしたんですけど、はい、まあなかなかね、人生思い通りには、まあ、いかないんですけど、まあ少しでもこううまくいくにはどうしたらいいかなっていうのを、こうよりね、考える力というか癖を、つけるように、選びました。はい。で、最後がこちらになります。はい。自信でございます。なぜこれを書いたかと言いますと、まあ結構周りの人から言われるんですけど、もっとなんか自信を持って、生きろと。胸張って生きろと。まあそれこそ、
去年の金沢マラソンの時かな。その時ももっとなんか自信を持って挑めばいいのにって。まあ確かに足は痛めてるけど、今までやってきたことがあるから、そんな不安にならんと自信を持って、走ればいいんじゃないとか、すごくね、もっと自信を持てと言われることが多かったので、はい。まあ、なので今年はできるだけこう自信を、まあ、持つように、過ごしていきたいなと思っておりますね。うん、まあ、なかなか難しいですよね。自信を持つっていうのも、うん、一歩間違ったらなんか、うん、なんか自意識かじゃないけど、なんかね、思い込みが強すぎるってなるから、まあ、その辺はね、まあ、自分のことをできるだけ、まあ、冷静に分析していこうかなとは、思っております。はい。で、あとまあ、これ書いてないけどね、まあ、最後はあれやね、彼女ぐらいやっぱ作りたいよね、今年。うん。まあ、3年ぐらいいないんで、はい。初詣行ってね、神様の方にも、五円玉とね、五十円玉を入れときました。はい。多分写真載ってると思うんですけども。はい。毎年ね、毎年五円玉と五十円玉を、その時持ってるものを全部入れるっていう、はい。賽銭箱に。はい。まあ、なので、神様、お願いします。はい。というわけで、こんな感じで、駆け足で、喋りましたけども、はい。まあ、次の動画はそうですね。まあ、走れてる動画になれたらいいんですけど、ちょっとまあ足と要相談っていう感じでございます。はい。というわけで、2022年も、頑張っていきますので、ぜひ、応援の方よろしくお願いします。最後まで動画見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、Twitter、Instagram やってますんでよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。